ピエール・ボナールは、ナビ派に分類される19世紀から20世紀のフランスの画家。ボナールは、ポスト印象派とモダンアートの中間点に位置する画家の一人で、版画やポスターにも優れた作品を残している。また、ボナールは一派の画家の中でも最も日本美術の影響を強く受け、ナビ、ジャポナールと呼ばれた。ボナールは、室内情景などの身近な題材を好んで描いたことから、エドゥアール・ビュイヤールと共にアンティミストと呼ばれている。ボナールは1867年、陸軍省の役人の息子として、オードセーヌ県、フォントネー・ウォローズに生まれた。ボナールは1887年、大学の法学部に入学するが、その傍らアカデミー・ジュリアンに通い、ポール・セルジエやモーリス・ドニと出会う。1888年には、セルジエを中心に、後にナビ派と呼ばれることになる画家グループを結成した。1889年エコールでボザールに入り、ビュイヤールと知り合う。1890年、ボナールはエコールでボザールで開催された日本美術展を見て、感銘を受け、以後の作品には日本絵画の影響が見られる。バスティーユの日のパルマ通り1893年、後に、ボナールの妻となる女性、マリア・ブールさんと出会う。これ以降のボナールの作品に描かれる女性は、ほとんどがマルトをモデルにしている。マルトという女性は、病弱な上に神経症の気味があり、また、異常なまでの入浴好きで、1日のかなりの時間を浴室で過ごしていたと言われる。実際、ボナールがマルトを描いた絵は、浴室の情景を表したものが多い。ボナールの絵の平面的、装飾的な構成には、セザンヌの影響とともに、日本絵画の影響が見られる。一部の作品に見られる極端に縦長の画面は、東洋の掛け軸の影響と思われ、人物やテーブルなどの主要なモチーフが、画面の端で断ち切られた構図は、伝統的な西洋美術には見られないもので、浮世絵版画の影響と思われる。ボナールの画面は1900年頃から、それまでの茶系を主張とした地味なものから、暖色を主張にした華やかな色彩に変化する。ボナールの華麗な色彩表現は、印象派とも、日本の版画とも一線を画す、ボナール独自のものである。ボナールは、病弱なマルトの天地療養のためもあり、1912年には、パリセーコーベルノン、1925年には、南仏ルカネに家を構え、これらの土地でもっぱら庭の風景、室内情景、生物などの身近な題材を描いた。ボナールは1947年、ルカネで没した。ありがとうございます。